皆さんこんにちは。ナビゲーターのさきです。今回はこちら、田島地域と播磨地域から杉を育てている様子を紹介します。これが皆さんのよく知る杉の木ですよね。ではこの木は何の木かわかりますか？実はこれも杉の木なんです。ここは田島地域の朝来市にある採集園と呼ばれる杉の種を取るための場所なんです。今は高枝切りばさみなどで種を取るのが主流なので、このように低く枝分かれするように仕立てているんですね。では森林林業技術センターの松本さんにお話を聞いてみましょう。こちらは兵庫県朝来市の、兵庫県立の、緑化センター、杉、ヒノキ、赤松、黒松の林業用の種の生産を行っております。後ろに見えるのが採集園ということで、種を取るために低く枝分かれをするように仕立てられた杉の木です。皆さん杉の木というと一本の大きな幹が上の方に天に向かって生えているイメージを持たれるかもしれませんが、人間が脚立はしごで種を取るためにこちらでは低く枝分かれをするように仕立てをしております。ここで問題です。兵庫県の県土面積のうち、森林の面積はおよそ何割あるでしょう？1番3割、2番5割、3番7割。正解は3番7割でした。兵庫県のおよそ7割が森林なんです。実は日本の中の森林の面積もおよそ7割なんですよ。皆さん正解しましたか？採取された杉の種は畑で3年間育てられ、山に植えられます。その後、下刈りと呼ばれる苗木の周りの成長の早い植物を刈る作業をします。自然の山に植えたのに、なぜ下刈りをしないといけないんでしょうか？中播磨森林組合の川西さんにお話を聞いてきました。例えばその植えた時に、まあ、1年目はそんなに草は出ないんですけれども、2年ぐらいから非常にこう脱草が入ってきます。するとその杉一本一本に養分が当たらなくなりますので、そういう、杉とかヒノキ以外の雑草は取り除いて、一本一本元気に成長するように下刈りをします。この下刈り作業はおよそ10年もするそうですよ。では杉を大きくするにあたり、どのようなところで苦労をしていて工夫しているのでしょうか？今兵庫県では鹿がたくさんおりまして、非常に植栽したまなしに鹿に食われてしまうことがありますので、植栽したところには、鹿柵といって、ネットを張って鹿が入らないように防護することが非常に工夫している一つですね。最後に森林林業技術センターの所長の松本さんに今後の目標をお聞きしました。現在は少しずつ、国内の、杉の伐採量、生産量というのが多くなってきています。それで今後、どういうふうになるか数十年先は分からないんですけれども、日本という国の中にこれだけ森に恵まれて、我々1億人以上の国民が生活しているわけですから、切った後は必ずまた苗木を植えると
というふうな営みを続けることによって、人間生活に欠かせない木材をですね、日本人としてはいつも国内である程度賄えれるような社会を作っていくのがいいのではないかと考えています。皆さんのお家を建てるときに使う木材になる杉を育てている様子はいかがでしたか。皆さんが普段から使っているものを生産者の皆さんは心を込めて作っています。皆さんも気になるものを見つけて調べてみてくださいね。